猫ワーク S。 自信が持てなくていつも不安抱え、前さえ見れずにいた。猫パラボリューム3、猫たちのアロマティゼ。ロードしたいのかしら。ここからロードするわよ。メイプル、シナモン、どんな感じですか？私はいい感じね。もうバッチリ。私はもうちょっと。ってか、あれ？あれ？じゃあ、開けますよ。ご開帳。どうかしら。私らしさをイメージして、情熱の赤にしてみたんだけど。いいではないですか。メイプルによく似合ってます。まあ、私だし。やっぱりステージなら、これくらいは着こなさないとね。身内びいきなく本当に似合っていますよ。思わずレンタルじゃなくて、買い上げてしまいたくなります。いいってば、今回は一回きりだしね。もっと定期的にステージに立つようになった時は、ぜひお願いするわ。めいちゃんはさすがだね。私なんか全然合わなくて。似合うとか似合わないじゃないのよ、こういうのは。堂々としなさい、堂々と。ステージの上にはそんな風に隠れるスペースなんてないわよ。堂々とって言われても似合わないじゃなくて、合う合わないっていうか、それ以前の問題があるっていうかね。ね、何よ、それ以前の問題って。そんな風に恥ずかしがってる方が恥ずかしいのよ。シナモンだって人の顔色伺わないって決めたんでしょ。普段から胸売れしてるんだから、ドレスなんて絶好の機会じゃない。そんな隠れてないで、出てきて見せなさいってば。あ、ちょ、めいちゃん、カーテン引っ張っちゃダメ、ダメなの。お、定規屋が悪いわね、本当に。こら、カーテン離しなさいよ。メイプル、お店の中ではもうちょっと上品に。てや！にゃーん！見ちゃダメー！あんた、なんで上まで着てないのよ！ドレス
試着に来てまでわけわかんないプレーとかバカじゃないの？シナモン、その一体それはどういう高度なプレイを？違うよ。こんな時にそんなプレイとかしてないよ。胸がきつすぎて入らなかったの。だからそれ以前の問題って言ったのに。そうならそうってちゃんと言いなさいよ。私が悪いことしてるみたいじゃない。だって言う前に姉ちゃんが。何ガン見してんのよ。もっと遠慮しなさいよ、このエロパティシエ。独占欲？めいちゃん、それって独占欲？私のおっぱいは自分のものっていう独占欲なんだ。それなら嬉しいな。ちょっと燃えちゃうかも。違うわよ、なんでそういう思考になれるのよ。あんたももっと恥じらいとか持ちなさいよ、バカ。にゃーん、怒っちゃやん。もっとソフトに罵って。でもなんか恥ずかしいのと嬉しいので、なんかだんだん変な感じに。めいちゃんの独占欲とカショウさんの野獣のような目が。だから外でそういうのはやめてって言ってるでしょ。このド変態猫、恥を知りなさい、恥を。ダメ、そんなメス猫なんて言っちゃダメ。そんな罵り方されたらシナモン潤っちゃう。兄様、ドレスも決まったようですし、外へ出て待っていましょうか。いいドレスが見つかってよかったわね。うん、当日着れるのがすっごく楽しみ。ありがとう、しぐれ。お言葉に甘えさせていただくわ。しぐれちゃん、ありがとうね。娘たちの晴れの日ですからね。親心としてこのくらいはさせてもらわないと。最近はいいところを兄様に取られてしまっていますし。ところが兄様はかっこいいのですよね。もう妹心をもてあそぶのですから。
ドレスも決まったし、演奏の方も頑張らないとね。そうだね、もっとやる気出てきちゃったし。え？さすがにフォーマルな場所でアニソンはダメですよ。当たり前じゃないねえ、シナモン。そうだよね、フォーマルな場でさすがに猫ウィッチーズとかないよね。曲も大事だけど、とりあえず基礎練習よね。そうだね、基礎は大事だからね。兄様、私ちょっとだけ不安になってきました。猫パラ。ショコラもメイちゃんとシナモッちゃんのドレス姿見たかったの？シャメないの？シャメ、私も見たい。ないの？シャメ、私も見たい。それは当日までのお楽しみですね。え、メイプル、シナモン。そうね、すっごい私に似合うやつだから期待してなさい。私も胸のサイズ調整してもらったから。いいなあ、お姉ちゃんたちはおしゃれが似合って。僕たちはドレスとか着る機会ないもんね。お、いや、まあ、その、せやな。どうして目が泳いでるの？うるせえな！目を泳がせたい気分だったんだよ。そんなことないですよ、ココナッツ。ソレイユ全員分のパーティーへの招待状をいただきましたから。みんなで当日用のドレスを見繕いに行かないとですね。本当？本当にドレス着ていいの？にゃん。本当？本当にドレス着ていいの？あ、でも、その、僕みたいな猫じゃ似合わないかな。そんなことありませんよ。ココナッツは、もっと自分の容姿に自信を持ちなさい。自信を。なんで胸掴むの？なんで？メイプルとシナモンの初ステージでもありますが、兄様のソレイユのパティシエとしての晴れ舞台でもあります。みんな、水月の猫として恥ずかしくない振る舞いをするように。はーい。で、シナモン、何かいい曲あった？好きな曲はいくらでも見つかるんだけど。アニソンはダメよ。
ゲーソンは？同じじゃないかしら。だよね。めいちゃんは？はぁ、まだ時間はあるし、もっと探せばいいの見つかるよ。そうよね。探しまくれば運命の出会いがあるわよね。おい、あいつら本当に大丈夫なのか？なんかめっちゃ不穏なため息だよね。それはすでに先日兄様と通り過ぎたことです。え、アニソンいいじゃん。ショコラ、アニソン好きだよ。ショコラはそれでいいの。ショコラはそのままでいいのよ。ディナーショー、定番曲、原作だ。有名歌手の人たちのディナーショーでの定番曲の紹介ばっかだね。検索すれば大体のことは解決するはずなのにね。使えないわ。私たちに定番曲なんてないからね。そもそも外国籍の人ばっかって言ってたわよね。カショウさんの留学時代の友人って言ってたしね。カラオケの定番とか歌ってもね。カラオケ大会じゃないからね。じゃあさ、私たちもオリジナル作ればいいんじゃない？あ、それいいかも。さすがめいちゃん、めいやん。で、誰が作るの？お姉ちゃんたちは大変そうだね。バリ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 。その一言感嫌いじゃない。バリ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 。これ、せんべい食べながら喋らない。爆発した。もぐもぐもぐ。メイプルは我慢耐性低いからね。もぐもぐもぐ。シナモちゃんは溶けちゃったよ。ズズズズ。ヒナモンは時々溶ける生き物だからね。ズズズズ。そうですね。考え方を変えてみるって？どういうことですか？こんな初心者に何がしたいのかって言われてもね。難しいことはわからないです。
エッチなことで例えてください。腐ってるわね。腐ってるね。腐ってる？あ、なんか緑色な感じってこと？だいたいそんな感じ。よし、腐っててもしょうがない。とりあえず日課の基礎練習でもしましょうか。うん、そうだね、賛成。カショウさんのお家ならちょっと音出せるしね。カショウの部屋ちょっと借りるわよ。そうですね。でも、いろいろと考えるいい機会でしょう。遊園地の一件からいろいろなきっかけに広がりましたね。それでは、お言葉に甘えさせていただいてもよろしいでしょうか。メープルもシナモンも、その方が嬉しいでしょうし。では、兄様、あとはよろしくお願いいたします。兄様も本当に優しくなられましたね。兄様も本当に優しくなられましたね。ショコラとバニラのおかげでしょうか。いいえ、私は一度も苦労をかけられたなどと思ったことはありませんから。では、私はそろそろおいとまいたします。愛してますわ、兄様。ここにいたんだ。遅くまでお疲れ様です。
まあね、おかげさまで。ちゃんと毎日頑張ってますから。カシオが描いてるそれってケーキの絵？わ、かわいいデザインですね。パーティー用のケーキですか？さっきしぐれからメールが入ってたわ。カショウが泊まらせてくれるって。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきますね。お礼にお背中くらいなら流しますけれど。これ見てもいい？カショウはさ、ケーキを作ることで何をしたいって考えてるの？それが自分が納得できないことでもですか？カショウさん、私の歌を聴いてくれる人に楽しんで喜んでもらいたい。私も遊園地の時みたいに、みんながめいちゃんの歌で喜んでくれるのが見たいです。ほんと、歌唱ってば、かっこつけるわよね。こういう時は素直に感謝でしょ、姉ちゃん。カショウさんがかっこいいのは否定しないけど。ま、それがあんたらしさだからね。天然さがカショウさんのいいところですし。アドバイスありがとう。もう少しシナモンと悩んでみるわ。ありがとうございます、カショウさん。では、失礼します。
まだ起きてたのかじゃないわよこのバカ。何堂々と人のトイレ覗いてんのよ。誰もいないと思ったのよこのバカ。いいからこっち見ないでよ。どうしたじゃなくて、早くこっち見な、まだいたの。おかげさまでね。まだ言うの？いい加減忘れなさいよ。バカ、ド変態。私はただ普通に用を足したいだけだったのに、あんたが目の前にいるからできなかったんでしょ。それをいつまでも目の前でじーっと見てるんだもん。もう何度も言わせないで。別にそこまで謝らなくていいわよ。私も誰もいないと思って油断したのが悪いんだし、もうお互い忘れましょうね。ね、ちょっと癖でやっちゃっただけよ。この話題もういいでしょ。はい、やめやめ。お茶飲んじゃったからおかわり、ぬるめで。カシオこそこんな時間までケーキ考えてたの？パティシエって華やかなイメージだけど大変なのね。
そんな笑顔で言われたらそうなんでしょうね。自覚なしなんだ。随分と可愛らしい笑顔をしてたわよ。ま、そんなとこもあんたらしさなんだろうけどね。そういう風に生きてきたから、そんな性格になったのかしら。私もあんたに感化されてきてるのかな。夢とか言っちゃう熱苦しいキャラじゃなかったはずなんだけどね。ごちそうさま。じゃあ、私寝るわ。あのさ、ありがとね。いろいろ。あんたやシナモンが背中を押してくれなかったら、歌うことなんて一生なかったわ。私、本気で一生懸命やるから。だから、歌唱も頑張ってね。応援してる。じゃ、今度こそおやすみ。これでどうかしら。うんうん、いいと思う。じゃあこれで決まりだね。うん、みーちゃんとしらもちゃんがハイタッチしてる。もぐもぐもぐ。うん、朝からケーキいい音させてるな。もぐもぐもぐ。おかげさまで。
昨日、カシオさんにいただいたアドバイスを。